どうもなすなかにしでございます。どうも、バズっちゃでございますが、はい、今回ちょっと2人ともベンチコートを着てますけども ね、 そうですね、あれですよね、衣装ができたんでしょ、うん、ね、衣装がね、番組の衣装ができた、ためてこういうのは何お披露目さらっと行くもんじゃないのよ。怖いババアンで見せたいのよ。あ、そういうこと、ね、そういうことでございます。ということで番組衣装ついに、はい、完成いたしました。これ素晴らしい、ありがとうございます。ねえ、うん、本当に。いや、じゃあ実際脱いでみましょうか。はい、はい、お願いします。実際新しい番組衣装がこちらでございま す、 ございます。かわいい、いや、かわいいね。この前はね、なすなかにしの顔のロゴが入ってね、はい、はい、そして背中には背中、はい、これは右回りがいいですか左回りがいいですか、どっちでもええよ右で行きましょう。ほんなら右の、なんで右で見せたいんですかって言って右でやる理由は何ですかって、どっちでもいいんですよ、うん、どっちでもいいんだったら別に左でもいいんじゃないですかということでございまして、後ろにはね、はい、ほら、大久保店長のデザインそうですのロゴが入ってます。これかっこいいよね。かっこいいんですよ、ね、で、やっぱこの赤色っていうのがやっぱそのチューリップテレビさんのカラーということで、そうですよね、そういうことでございます。赤いパンツも、ね、用意していただいたんですけど、はい、す長井さんがサイズ入らなかったということで、はい、私服ということで一生懸命着替えたんですよ、入らなくて、入らなくて、はい、入らないわっつって、うんうん、今日は自分のでちょっと出ていいでしょうかっつったら、島田ちゃんがムッとするという、そういうことでございます。感じになってました。あんな優しい子がね、もう痩せましょうかと痩せましょうかと言われましたか、言われましたけども本当は赤いパンツをね本当に痩せた方がいい。本当に痩せた方がいい。本当に衣装さんが困ります。衣装さんがね、あと健康が似てきなくない。まあそうですね、確かに。寿命が縮む。やっぱり45歳で今年46ですからね。痩せた方がいいですね。XL が入らなかったから。そんなことありますか。ただ僕はね、本当すみません、あの小娘の言うことは聞かないんだよね。言い方悪い。小娘の言い方。言い方悪いや。じゃあちょっとまあ、ね、ちょっと頑張って痩せていきますので、ね。そういうのもありますけども。はい、さあそしてなんと、うん、スタッフさんが着る T シャツ、うん、こちらも作りました。これ素晴らしい。いや素晴らしい。これはもう皆さん今日はお召しになられてますけどね。なられて、うん、はい。なかなかかっこいいよね。いや、かっこいいんですけど、やっぱスタッフさんの T シャツなんですよ。あ、そう、寒いんだ。もういち早く今上着着たいはずなんですよ。今そうですよね。そうです、そうです。じゃあもうちょっと喋ります。いやいやいや、風邪ひきます。みんながやられますよね。あ、そうです、そうです、さあ今回はですね、番組の100万回再生ヒット祈願ということでございまして、はいはいはい、うん、神社に行きましょう。これいいですね、ヒット祈願でございます。大丈夫、早速ちょっと力を授かるわけです。そういうことでございます。ありがとうございます。行きましょうね、うん、はい、うん、この番組はおじさん芸人なすなかにしが若者人気を獲得するためネットでバズるを目標にいろんなことをするロケ番組です。なすなかにしのバズっちゃ100万回再生の番組。あ、こんなところにも神社がね。神社、もうチューリップテレビさんの近くにあります、はい、奥田神社さんでございますね。奥田神社行きましょう、はい、あ、宮司さんいらっしゃる。こんにちは。失礼します。さあこちら宮司の二宮さんでございます。二宮さん、どうも、ようこそお参りしております。どうも。これ二宮さん、かなりこう話題になった神社ですよね。そうですね、昨年のワールドカップの方で、はいはい、ヤタガラスにユニフォームを着せて、はい、で結構活躍されましたね。そうですね、日本が、はい、サッカー日本代表のユニフォームにもあるヤタガラスがもうご神体として祀られているということで、これご利益ありますよ。こちらの奥田神社は昨年のサッカーワールドカップの時、日本代表の勝利を願い多くのサッカーファンが訪れ話題となっていたんです。ということで2人も番組のヒットを願い参拝です。今のでもうご挨拶は済んだということになるんですね。ご挨拶済んだ。今度はヤタガラスの神様に、ヤタガラス様、うちはこのヤタガラスの下にですね、干支があります、はい、自分の干支のところを左手で触って、うん、はいはい、で右手でカラスを撫でると良い方向に向かう。え、左手で干支を触って、サル触ります、はい、で右手でカラスのどっか頭でも撫でていただいて。いいんですか。はい、どうぞ。キリッとしたお顔立ち、はい、めっちゃかっこいい。言葉に出して祈願されれば よりよしですね。なるほど、はい、バズりますよ、はい、うん、
我々はいいんで番組がバズりますよろしくお願いしますああ美しい、ありがとうございます。あ、私、はい、左手でこれを触って、触って、はい、カラスの手で、やっぱどうしようも、羽とかもいいよね、羽ばたく、やっぱ羽ばたくからね、はい、うん、あれもそうしたらよかったな。でこれで、あ、これ羽ばたくんじゃない、なんかあこれ、え、うん、そんな気がしてきた。番組はいいんで僕がバズりますように。あ、こいつ自分勝手逆ですね、僕と逆です ね自分勝手ですよ。はあ、いいですね。何やそれ。なんかこういうのいいですね。やっぱこう心がこうね、柔らかになるというか。いや、そりゃそうや。やらないとダメかな。なんでよ。俺基本おみくじ全然してんの。俺二十歳の時に引いた大吉で止めてんの。下がるのが怖いから、ね。そうそうそう。俺二十歳の時大吉でもうずっと大吉で。いやでも確かめたらいいやん。今も大吉引いてたらその時はちょっと大吉やったってことです。そらそうやな。うんうん。どうぞ。うん、じゃあ私から。はい、引いてください。これ。おみくじっていつぶりかな。の、うん。なんか二宮さんこういうのって、はいはい、手を入れて。はい、一個だけ手から離れないようなやつありますよね。それはチューインガムかなんか。ガム入ってますか。ガムじゃない。入ってない。チューインガムが入ってないですか。それだって。くっついてるってこと。この子が、うんうん、この子が手から離れなかったんです。それはもう、多分これが一番。じゃあそういうことってことだね、はい、うん。あ、ドキ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 。どうだ？うん？うわ、見て。ほら、ちょっと待って、大吉だ。大吉、ほらね、おい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 、こういうのあるんですよ、やっぱり。すごいね。手から離れなかったんですね。え、素晴らしいね、あなた。ちょっと、ま、待ってもらっていいですか。待ちます。はい、よかった。振ってたんやな。あ、よかった。振ってたんや。怖かったな。すごい嬉しい。うん、さっきあの番組のことをヒットすればいいっていう、そういう思いが通じた。いや、そうですよね、すごいですよね。素晴らしいじゃない。これだからバズッチャのことはどれを見ればいいかな。バズッチャ事業、ね、願い事とかじゃない。バズッチャって事業なこれ。事業事業事業。そう、うん、やっぱ事業やな。事業な、うん、事業。迷わずに本業に専念しなさい、うん、いや本業やこれが本業なんや。そうか、本業なんや、うん、あ、でも嬉しいな、うん、これでもね、うん、あの私 も結構そのなんか神社とか大好きなんですけども、うんうん、おみくじってやっぱこういうお言葉が大事らしいですからね。こういう大空にとか、ね、そう、うん、神の教えね。神の心が天地の誠を離れて生きられる、うん、神の御心がすなわち天地の真理である。これ言うての難しいか分からへんやろ。分かんない、分かんない。ちゃんと意味教えてあげるわ、うん、どういうことが書いてあるんですか。嫁と今すぐ別れなさい。嘘やん。え、嘘やん。大吉で、うん、嫁が痛い、嫁が痛いと書いてます、はい、え、嫁がおもろないフワちゃんだ書いてます、はい、おみくじ側もいじってくるの、うちの嫁を書いてます、はい、マジか、はい、いやいや、ありがとうございます。素晴らしいね。素晴らしい、うん、じゃあ長井さんも、マジやんの。吸い付くね。失礼します。そう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 、うん、あ、ちょっと待ってください。吸い付く。手に吸い付いて離れへんやつ来た。そうそう、おみくじってやったらそうなんや。グッと、よっしゃ、はい、これ、うん、それや。いや、これちょっとちょっとちょっと、お言葉がね、お言葉、神のお言葉書いてますから、うんうん、なるほど、うん、ああ、いいことが書いてあるな、うん、なんて書いてあるの、うん、あの嫁と別れさせろって、うん、させろって書いてます。全部嫁のこと書いてるの、夏子のこと、夏子のこと、本当ですか。でちょっともうこれも吸い付いて離れへんかったから、はい、うん、ちょっと見てみましょう、これね、うん、これね、うん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 、吉です。吉、あの今日来いと思ったんです。欲が出たんだ。欲が出たんだ。欲が出たんだ。欲が出た。だから吸い付いてないやつ取ってる。全部振ってたよ。全部振ってたよ。だって入り口でほら衣装のことをさ、はいはい、島田ちゃんにのなんか文句言うくだりもやったやん、はいはいはい、ほんでそこで自分のことしか言われへんくだりもやったやん。きちってそれ全部計算でやってたのに今日出なあかんのよ。罰なんですよ。罰じゃん。罰受けたんですよ。そういうことや。中途半端なやつな、はい、うん、これほんでバズっちゃ事業言うてたよな。うん、バズっちゃ事業っていう、うん、バズっちゃ事業書いたんで。あ、事業書いてる、うんうん、広げすぎると謝ります。バズってあかん。バズってあかんのよ。あかんのよ。バズった今のまま行った方がいい。やばいやばい、あかんあかん。そんな欲張ってあかんで。欲張ってあかん。そうそうそう、このままで、このままでよ、このままで。バズってあかん。バズってあかん。危ない危ない危ない。とこや。じゃあ、 あのお参りもさせていただきましたので、はい、我々はちょっと場所の方移動しましょう、はい、行きましょう。じゃあ二宮さん行ってまいりますので、はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。
はい、行きます。せーの。いやよいしょ。大丈夫？大丈夫？椅子が初めてやったから。椅子に着地って。初めてです。すみません。気をつけてよ、ほんま。ありがとうございます。ほんま。メガネ置いてきた。時空に置いてきた。時空にメガネ置いてきた。これえらいこっちゃ。さまよってるで今。どうしようかな。あーやっぱワープ楽しいね。ありがとうございます。さあここからはですね、番組のテーマでこっそりかけるの。見えない。数字あれへんの。見えない。老眼のかけ方。ここからは番組のテーマソングを考えようでございます。テーマソングを考える。やっぱり、うん、マンウィザミッションのね、ジャンケンジョニーさんに、あ、ジャンケンジョニーさん届けたいですよ。なるほど、まあそりゃそうですよね。いつかそのジャンケンジョニーさんに作っていただこうということでね。どうでこれを今から考えるそうです。言っちゃうね。神社で尺持たんかった。こんな毛色変わることあるの？テーマソング考えるの神社でお前ちゃんと。一発目なんですから、そこは盛りたくさんでいきたいんですよ。なるほど。もしもマンウィザミッションのジャンケンジョニーさんが作ってくれるとしたらどんな曲がいいか、もうこれ勝手に言ってますからね。すっげーピンポイントで言うやん。ジャンケンジョニーさんにやっぱりそう。すっげーピンポイント。今年もやっぱご覧になっていただきたいです。ジャンケンジョニーさん、よろしくお願いします。お願いします、ね。はい、バズっちゃう。さあ、うん、だからもうカメラの向こうにジャンケンジョニーさんがいらっしゃる、まあリモートみたいなことですよね。なるほどなるほど。と思って会議しましょうということ。わかりました。はいはい、はい、はい。やっぱりこの曲のそのやっぱりね、ジャンケンジョニーさんも、やっぱり急にこうお願いしますって言っても、そりゃそうや。でもそれ困りますよ。困ります。 そんなさすがにちょっと厚かましすぎます。ある程度こちらでこういうやつとかやったらどうですかっていうのを考えないといけません。ナイスさんもやっぱり作る人ですもんね。私はそうなんです。実は実際そうですもんね。本当に一応作詞作曲もしてますしね。たくさんもう20曲ぐらいありますから。本当にありますもんね。ほんまにある。これ別にボケてない。ほんまにあるんです。本当にあるもんね。ほんまにあるんです実は、ね。タイトルどんなんありました、はい、君たま回したもうことなくそうやね、ほんまにあるもんな。あります、ほんまにある。ビンゴゲームを歌った曲。ビンゴゲームの歌君たま回したもことなかれとかありますね。ありますからね、はい。どういう感じがいいんですか、こういう。僕歌詞とか制作したことがあんまないので、はいはいはい、うん、やっぱりあれじゃない、バズっちゃう。番組のことだからバズっちゃうんですよ。あー、うん、キーワード入れていく感じ。でもやっぱり直接的にバズっちゃうみたいなのが言うたらちょっとなんかあれかなっていう気はするけどね。あー、なるほど、うん、言い換えるってこと、ね、そうそうそう、うん、なんかそのまま言っちゃったらそのなんか歌詞の楽しみがないじゃないの、はいはい、あ、じゃあバズるというのが咲いた咲いたチューリップの花がみたいなことじゃあそう言いたいわけ。いやいや、そういうことだから。咲いた咲いたチューリップの花が、はいはい、でなるよ、それ歌詞。そんな、はい、そのまんま出すんだったら。違います。違うな。違います。はい、そうだろ。申し訳ございません。そう言いそうです。はい、ちゃんと。バズるを言い換えるの。どういう、バズるってどういうこと。まあだから思いついた歌詞をじゃあ書こうよ。ワンフレーズ書いてみよう。じゃあ。こう最初のやつ、もう最初、一番最初出だし大事だからね。うん、ああ、出だしか。うん。できた。最初のフレーズめちゃくちゃ早いやん。もうそれもうわーっと降りてきたからね。さすがですね。わーっと降りてきたんです。はいはい、はい、これ、あー、俺、うん、想像したんですよ、このいろんなことをね、こう、うん、やっぱりこう、なんちゅうの、バズるっつったらやっぱりこうみんなが喜ぶ。喜ぶってなんて言ったらやっぱ春なのよ。はー、やっぱ春がちょっと頭にパッと浮かんできたんですよ。季節もの的な感じのも大事やん。そうそう、うん、それ出たのよ、うん、じゃあお願いします、うん、これね、うん、君をずっと幸せにってこれ桜坂やなんでやん福山さんじゃないですか。いやいや、それはお前最初のとこだけ被ってるんちゃうか。それは君をずっと幸せにって、それはなんかあるよ。いやいや、出だしが全く一緒やったから。ちゃんと先まで聞いてくれよ。申し訳ございません。先が、先あんの、うん、もう風にそっと歌う。いやいや、桜坂や、うん、この後、うん、ういえいえ、ウーエーしたらあかんねん。あかんのか。ウーエー禁止なの。ウーエー禁止か。うん、よし、うん、むちゃくちゃ渋いのできたわ。サビなんかなこれ。ん、バズるって何さ、やっぱすごい勢いで拡散されるってことですか、うん、そりゃそうや、うんうんうん、ってことはもう爆発なんです。なるほど、そりゃそうやね、うん、そういうところに置き換えてサビなんですけど、バンバンバンビッグバン、ビッグバン言うてんねん、もうこれどうですか、ビッグバン言うてんねん、これな、むさくさダサいバンバンバンビッグバンダサいって。これジャンケンジョニーさん、いや、ジャンケンジョニーさんが言わんやろバンバンバンビッグバンって言うない。確かに英語で歌いはるけど、うん、うん、
テーマソングを考える会議の様子は公式 YouTube で公開。チェックをお願いします。じゃあ、あとはじゃんけんジョニーさんよろしくお願いします。まあよかったらその参考にしていただいて。怒られるわ。誰が言うてんねんって。なるか参考にいて。いずれなんかこんな感じでね、番組のテーマソングもなんかも考えれたら。できればと。ということで、はい、それではまた。うん。